こんにちは、セークレッドグラウンドのシンボです。今回は小ネタなんですけれど、知っている方も多いと思いますが、知らない人にはとても有益な、調整方法っていうのを話してみますが、それはですね、このオーリンズ の TTX というか、こっち側のこのなんていうフックレンチですね、これについてなんです。でですね、どういうことかっていうと、フックレンチっていうのは基本的に一方向に回すんですね。ですからこれだと、まあ、こういう方向に回していくって感じなんですけど、実はオーリンズのこのちょっとしたここに突起がありまして、これをうまく使うと一方向っていうかですね、この向きからどっちにも回せるんだよってことをちょっと見せてみようかなというふうに、考えました。どういうことかっていうと、ここのですね、一般的にこう見えてるこっち側に力を回すかけるのが普通なんですけれど、その場合だとちょっとこう反対側にエキゾーストとかいろんな部品があった時使いづらいので、実はこっち側のですね、これをこうやって引っ掛けると、この部分見えますかね、このちっちゃい突起をこっち側にこうグイッと回すと反対側にも回るんだよと。知ってる人にとっては当たり前のことなんですけど、知らない人にとっては非常に有益なので、まあ小ネタなんですけれど、何かあった時に使ってみてほしいなと、そういうようなことでした。今回の動画は以上なんですけれど、1月はですね、人員不足で動画の更新があまり頻繁には行えませんけれど、少しずつちょっとずつ細かいネタでもいいので、更新していこうというふうに考えております。また今年も1年お付き合いいただければ幸いということで、これにて失礼いたします。それではまた次回の動画で会いましょう。さようなら。